いやちょよ、ラインのね、そうで今日もやっていくんですけど、今日はね、クロスボウやっていくんですけどね、ただね、ただこのクロスを使うわけではなく、今日のね、企画はね、初手クロスボール、ちょっと待って、もう一回だよ。初手クロスボールリレーということで、やっていくんですけど、ケンツから始まりね、この企画は。まあ、とりあえず、初手にクロスがあったら、初手にクロスボウ出そうっていう企画なんですけど、初手クロス押していき、まあでもクロスがね、強すぎるんでね、勝てるでしょうっていう企画になってますってことでね、ケンツから始まり、昨日ね、ポロンさんが動画出したんでね、ぜひ見てない方はね、先にね、ケンツとポロンさんの動画を見てくださいということで、やっていきたいと思います。よいしょ。今、クロスがね、強すぎるんでね、正直その、初手クロス立ててもね、勝てちゃうんですよね。で、こういう時は、ネクストにね、クロスボウがあるので、まあ、こうやって人にスキルセパして、まあ、チャキと。はい、これで勝てます。コツっぽい顔してる。よいしょ。あー、これ、つるつらいなぁ。それ、つらいなぁ。しかも、いけ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 、入れ、入れ、入れ。きたー、ありがとうございます。ウッド2発分ぐらい入った。え？左入りすぎやろ。びっくりしたわ。まあ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 、まあ、ここからですね。で、枯渇相手ってどうすんだろうな、これ。いや、枯渇相手ってさ、マジで、ちょっとこれ次何で受けられる？これで、ウッド打てば。やばい。オッケー！アイスピンまで吸えちゃいます。なぜなら、相手がウッド使ってね、アイスピンの受けがないんでね。よいしょ。で、ここもし来たら、ワンチャンプリンからの、端前テスラ読みアウトローとかがね、ウッド使ったんで、ね、来るかもしれないですね。なので、来ない。ずるくね、その2発入んの。許せねえんだけど。まあ、これをギャングとかかな。うん。よいしょ。やばいか、これ。普通に。よくねえんかな、ポンポン攻めクロス立てんの。よくない気がするわ。もっとクロスモード入ってからだな、これ。ちょ、これさ、今、まあいいや。ここ立てていいやつだよな、これ。お、なるほど。これだな。よっしゃ、来た来た。うれえ、来た。全然入らんやんけ。なんやねんこれ。死んだ瞬間来る。よいしょ。はい、構えてね。このテスラを潰しに来る可能性があるので、ずるいなそれ。よいしょ。オッケーオッケー、いいよ。ロケかな。おー、プリン受けからのロケ。なるほど、興味深いですね。やべー、どうすんだこれ。これ 5ウッド5ウッド じゃ無理かな。あ、5ウッド5ウッドだこれ。よいしょ、オッケー。やばい、ロケットで終わる？そろそろ。なので、これがアウトローとかで防衛してくる気がするんですよね。よいしょ。
ックス。やだーやめてくれと、たっくさんなんでなんでだよあー好きいらんかったかな。好き出さないで5ウッドで回せばギリワンチャンあったから、もしかしてウッドの方が遅いからウッドから打って的な。なんで負けんのこれ、全然勝てねえじゃん。ちょっと待って、嘘あーちょっとクロスない、勝てないじゃん。そしたらショットクロスすれば勝てんのに。あ、とりあえずね、アイスピを出していきます。はい。で、スケセパ押し。おやばとりあえず後ろからね、ウッド流して。よいしょ。さあ、これさ、エリ使わせすぎなんだよな、マジで。下方まだかな、下方。よいしょ。やば暗いすぎだろさすがに。言ってけど、やばなかった。アーチャーなかったもんね。アーチャーもテスラもなくてさ。なんか死んでたんだけど、手札が切れそう。クロスボウで手札死ぬなんてことある？ないんだけどね。プリンスから見るに俺的にはね、フリーズな気がするんですよね。その頭おかしいスケラを使ってる人って大体フリーズってあのねラットが言ってたんで、ね、よいしょ。これベビダラ使う、あー前行っちゃった。これテスラね、適当にポンってやっとけば端前来るんで、でこれでベビダラ無視して打っとっとけば、よいしょ、刺さりまーす。よいしょ。ザップとかなのかな、ワンチャン。よいしょ。これ多分数発受けるんですけど、これ強いですね。これにアイゴレとかアーチャー出したら、じゃ次アイゴレスキャラが来る気がするんですよね。いや、てかアウトローないからこれ、ロコスチャキっていいな。よいしょ。アウトローないから受けれないはず。ベビドラ、あ、達戦ポイズンベビドラぐらい。オッケーオッケー。いいですね。イエーイ。でこれウッド使っちゃったんで、次ね多分端前アウトロースキャラが来るんですよ。だそこでテスラをどっちに来るか、こっちかな、こっちにテスラを配置してアーチャー後ろに出して、いやテスラだし、はい、アーチャーだし、速攻配置しウッド、 OK。いらんかったやんけ、ウッド。どうしてくれんねん。これベビドラがタゲを取ってから、取ってないですね。これでアウトローはまだ回ってないので、達戦かな、達戦セバか、そこら辺で。よいしょ。ワンチャンアウトロー回るか、これ。OK! ですね。で、あとは、プリンススキャラがね、来そうであるので、はい。うへー、あべよータコがって感じなんですけど、まあそんな感じですね。まあね、クロスボウ初手に立てたい。立てたい、頼む来い。俺肋骨出たしちゃうから、もう来ない。なんで来ないの、立てたいのに。はい、とりあえずまあウッドとかでいいかな、しゃーなしで。なるほど、エリポンクロスか、ワンチャンクロス対決だったら俺勝っちゃうけど大丈夫って感じなんですけど、やばい、相手の人日本だった、また言われる。でとりあえずアーチャーセパからの、でもねこれエリポンクロス中がプンプンなんですよね。はい、で竹取ってからまず防衛クロスですね。エリポンクロス相手はまず防衛クロス。でこうやって延命して残すんですよ、クロスを。はい、以上です。大体もこうやって手札回して、次こちらにね多分エリポン置くか、ケツマスケしてから、そっちにファイボー打たしてエリポンか、そういう戦い方をね多分してくると思うので、ここおとなしくウッドで回していきます。でもし攻めクロス来たら安牌、
アンパイボーイクロスで。よいしょ。あ、やばい、これ同サイドだったらウッド転がされる。まあまあまあこんな感じですね。クロス対決非常に面白いです。とりあえずね、スケ型ってことはね、多分ババはないと思うの でこれね、次に攻めクロスするとこれ5打ったんでマスケ来るんですよね。マスケが来るので、これもうね、6コースぐらいで茶切ります。成功すると相手はね、やることがなくなりますね。よいしょ。オッケー。で、ボーイクロス残していき、もう一回来るのかな、これもしかして。やばい。それはちょっとやばい。来ないな。この気配。あ、やばい。ちょ待ってよ。俺焦らない。新しめ。俺焦らない。焦らないタイプのクロス使いなんで。やばーうわー。やられすぎた。なんやねんそのボーイクロス。よいしょ。マスキにぶっ殺されるな、これ。どうすかな。お、雪玉打って回してきてる。マジっすか、それ。許しませんよ、そんなの。俺が。って感じ。マジ？それ回んの？やってるくね。俺がやったマスケ、マスケ、頼む、なんでだよ、なんでだよ、もったいない、やってしまった、最悪だ。しゃー、まあね、今ね、あのショートクロスがね、まだ来てないので、もう一周行きたいと思います。頼むから、いい相性と相手の悪いショートが来てくれ。来た、行きます。よいしょー。なるほどね。とりあえずこれは流しのショテクロスで、はい、これを、プリンスマスケってことはジャイか、まあスケラかぐらいかな。はい、まあ、テンゴットか、まあ、スケラかって感じですね。プリンスマスケ入れてんのテンゴットとこの人ぐらいで、多分。とりあえずもう一回アーチャーセパしていき、はい、テンゴットですね。わろけてくるわ、これは。テンゴットがね、あの、引き分けるみたいなね、こと言ってたんですよ。ジャイは引き分けるって。何甘えとんじゃって話なんですけどね。はい。で、これ、次に、クロスを立てると、マスケとプリンスで受けてくるんで、そこを、アーチャーを速攻だし、なるほど。これはよくねえな。あ、これはラッキー。オッケー。で、これウッド切ったばっかなんで。オッケー、オッケー、オッケー、来た。で、ジャイでしょ。最後。いや、今多分3ぐらいエリ勝ちしてるんすよ。いや、なんならザップ打ったから、もっとかな。ジャイ受けしてくると思うんで、端前埋めて、で、これね、あれなんですよ。そう、マスキがないんでね。
くっそ残んねえかな。残った。来たー。で、チャキと。からの、マスケが来ますね、ここに。よいしょ。お、新しい。いいよ。いい。入ってる入ってる。知人入ってからウッド。いいよ。何？マスキューうっとし、うっとし。頼むから邪魔だよ。なるほどね。引き分けるって言ってたんだよな。なんなん引き分けるって言って思ったんですけど、引き分けそうですね、これ。あ、これジャイが来るな。でもこれさ、マスキューいないからさ、高めにテスラ出して、高めにアーチャー出して、ちょっと流れ悪くなったら防衛クロスを立てるクロス使いの鏡でございます。はい、ありがとうございます。テスラ立てて、でこれディガーないんで、よいしょ、逆さいっちゃおう。マスケ来る。来ねんかい、お前。やべ、左が持ってかれる。若干だけど。よいしょ。じゃんじゃん立てていきますよ。よいしょ。来た。いいよ、いい流れ、いい流れ、いい流れ、いいよ。くそ、なるほどね、難しいですねクロスあ、ちょっとクロス難しいかなってなっちゃうんですけど、はい、よいしょ、オッケーオッケー。これいけそう、それはいけそう。あっ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 、もったいない今の、最悪だ。あー、じゃあ守ってかれた。うまいやつなら全部全部守ってた今の。ねえねえ、引き分けるんだけど、おもんなくねこれ、さすがに。って感じ。今全フル防衛してたら守れてたかな。もう天国とマジでお前はい、ということでね、今日の動画はね、もう20分に到達しちゃう、ネタ企画なのに20分に到達しちゃうということで、やっていったんですけど、まあね、クロスボウね、非常に強いのでね、もうショートクロスすれば勝てるので、ぜひ皆さんやってみてください。なんかもうさ、俺のやつだけさ、これさ、あれなんだけど、低評価俺のやつだけ多そうなんだけど、気のせいだよね、多分。まあ、ってことでね、で、リレーなんですけど、俺がアンカーなので、ちょっとね、ここで打ち切らせていただきます。打ち切りというかね、さすがにね、この悪魔の企画を、他の人にね、やらせるわけにはいかないということでね、これからもね、ケンツポロンさん俺でね、何かしらのね、リレー企画をね、やっていけたらね、多分結構ね、評判良かったんで、
これで俺の動画も評判が良ければ、この企画が評判が良かったということでね、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、お願いだから叩かないでください。ということで今日はね、終わります。バイバイ。